名鉄も45系電車は、かつて、名古屋鉄道に在籍していた、路面電車車両である。旧美ノ電気機動系のも45も46と、旧岡崎電気機動系のも47も48も49で構成されるが、岡電系はさらに明治期製造のも47、大正期製造のも48.49に分けられる。これらは、素性も構造も全く異なり、 岐阜、岡崎それぞれの線区で別々に運用されていたが、1949年の海版で同一形式にまとめられていた。1949年の海版で、それまで車番のみであった、軌道線区の木造二軸単車にも、形式称号が付与された。岐阜市内線で運用されていたミノデン由来の木造単車群は製造時期などで区分され、 最終増備車両のうち繊細を免れた2両がも45型に区分された。一方、岡崎市内線を走っていた岡田未来の木造単車も3両が繊細を免れたが、未の電車両と同じくも45型に区分され、蘇生の異なる車両が同一形式を名乗ることになった。前身は日本車両製造が1925年に、 製造したミノデン DD63DD62 号。名鉄合併後、一時基礎当線に転出していたこともあったが、遅くとも1944年には、岐阜市内線所属に戻っている。全幅が若干広いことを、以外は前期車に準じた、車体構造を持つが、 も三35系他のみの電単車群は後に、客用扉取付工事が実施されたのに対し、この2両は最後まで、オープンデッキ構造を維持した。1954年6月には、窓ガラスと側面腰板を取り外して、腰部を金網張りとし、座席を数と掛けビニールシートによる、クロスシートに変更するなどの改造が施され、納涼電車として使用された。 岐阜市内線の能量電車にはもう30系改造の車両もあり、使用期間はもう30系改造車と同じ本年限りとされていたが、もう45系改造車はシーズン終了後も復元されず、翌年以降も能量電車として使用された。1957年10月に廃車となるが、廃車時まで能量電車使用のままであったと推定される。前身は、 名古屋電車製作所が1912年に製造した岡電1号。明治期の車両らしく、側面腰板は2段バメで乗降扉はなく、腰部が絞られた車体は、岡崎市内線の戦号車両でもとも小さかった。戦後、正面倉下にあった全照灯を屋根状に移設し、1955年,年には、終電装置が、 トロリーポールからビューゲルに交換された。このほか段落、屋根型のダブルルーフ形態だったものが端部で上段を丸めた、対象機造尾車と同じ構造に改造されていたほか、側板の二段ハメも、鉄板で補強されていた。1960年8月の廃車まで、岡崎市内線で運用された。廃車後は、岡崎電気軌道の1号車という車歴が評価され、 トロリーポールに交換して1961年春に犬山ラインパークで開催された交通科学フェアの展示車両となった。フェア終了後、共に展示された微細鉄道1号機、蒸気機関車12号機、蒸気道車6401号は博物館、明治村へ移設されたが、もう47は移設されずそのままラインパークで展示され、数年後には解体された。 前身は、名古屋電車製作所が1922年に製造した岡カデン10号と1924年に製造した岡カデン11号。オープンデッキ構造は同一だが車体は、岡カデン9号以降の新車体であり、側板も短冊板縦張りであった。もう47と、同じく前小島の移設、終電装置のビューゲル化が行われたほか、1950年代後半に、 簡易連結機が取り外されている。こちらも岡崎市内線で運用され続け、も47と同じ1960年8月に廃車された。岐阜市内線のも45も46がこれより前に廃車されているため、岡崎市内線3両の廃車によっても45型は形式消滅となった。上機動車6401号はさらにリニア、鉄道間に移設。 日本路面電車道公開 1999P255 清水 2010P21AB 清水 2010P22 清水田中 2019P156 日本路面電車道公開 1999P254AB 日本路面電車道公開 1999P122 清水2010 P20, ABCDEF 日本路面電車道公開 1999,P126, 富士 2003, P40、富士 2003, P39, 正寺 2021, P115, ABC 富士 2003, P41, 200日本路面電車道公開 1999, ピアニッシモ254-255ありがとうございます。